聞こうかな。代行。聞き耳立てるだけでもワクワクする。皆さんこんばんは、ナナです。あ、タマウサギさん、コングマ、コングマ、ゆっくり見ていってください。今日もドラゴンズドグマ2ライブ配信やっていきたいと思います。一応前回というか昨日か、昨日初めてスタートしたんだけど、こっちかな？クエスト。メインクエストかな？これメインクエストが、夜の酒場でベルントと話すっていうところからやっていこうと思います。で、他にもいろいろ多分これから発生していったりすると思うので、その都度やっていこうかなと思います。で、一応ね、ちょっと音量を、音量バランスをちょっと変えてるので、声がちっちゃかったりとか、なんかあったら教えてください。もう、春巻さんがベッドから落ちるとかいう事件は、なんか、デフォルトになってますね。読んでみましょう。ごめんなさい、怖い怖い。でも、ほんとちょっと楽しみ、ちょっとね、他、ちょっと、もうこれは、私のネタ、あ、じゃあ私のじゃなくて、ゲーム自体の、なんだろう、ネタバレとかもそういう話ではなく、他の人がどういう配信してるのかちょっと見たんだよね。そしたらさ、戦闘してるところ見たりとかしてさ、楽しそうでさ、早くやりたいなって、今日ちょっとこれ早くやりたいなと思ってました。なので、ちょっとできてよかったです。なんだ、洞窟の中には国境を越えて広がっているものもあります。やむを得ず侵入する場合は、出入り口の所在をよくご確認ください。国境を越えて広がっているもの？出入り口の所在？国境を越えてるとこ行っちゃいけないのかな？でさ、私さ、ちょっと一番の名前変えたいんだけど、名前って変えられるの？わかる方いたら教えてください。一番を二番にしたいの。一番じゃないからさ、これ、この子。二番にしたいの。あ、じいちゃん、あとでアーカイブ見るって。ありがとう。いいよ、いいよ。楽しんでゲーム。高評価をしてくれたら、それで十分ですって言っといて。あ、7ペースで楽しんでくれたら嬉しい。うんうん。7ペースで楽しむよ。そうだよ、そうだよ。さすが2番。この子1番なの。私のポーンが、一番って名前なんだけど、二番って名前に変えたいの。あ、契約の部屋、リムかな？リムのとこかな？あ、名前はわかんないか。無理か。そうだよね。声と、性格は変えれたはず。宝箱、お、ついてますね。ありがとうありがとうございます。あ、でね、ちょっと私さ、さっきちょっといじってて気づいたんだけど、これさ、みんな荷物がそれぞれ違くて、みんな持ってる、みんなやっぱり持ってくれてたんだよね。だから渡す7に、ありがとう。助かります。頑張っていくので私頑張っていくので。で、この辺を、荷物をさ、一旦、あ、違う。これを渡す7に。あ、そっか、名前変えられなかったんだ。そうだね。私が楽しかったら、どうだろう。みんな楽しめるってことかな？あ、
知ってる。だから今さ、ちょっとさ、みんな、どっか行った時に、みんなが持って、みんなに持たすことができるように、今荷物を、一回銀行に預けようと思って。これって違うよね。あと、そろそろ、ナナちゃんのレベルも10ぐらいに行きそうだから、10になったら、ショコラちゃんをちょっと入れ替えていこうかなと思ってます。ね、ちなみにさ、この、ここで、装備してるじゃん、こういう、ポーンがさ、装備してるやつってさ、私がつけられたりしないの？もらえたりしないの？そんな裏技はない？ここ銀行じゃなかったっけ？銀行じゃなくてなんだっけ、ここ。ここは、宿屋だよね。これじゃ中入っちゃってるけど。ちょっと荷物、調合しちゃいますね。少々お待ちくださいね、皆様。あ、これは。お魚はなんか捨てるしかないんだ。これで調合。ランタンで、ランタン用オイルが2個できる。もう作っちゃおう。ん？なんか私違うの作ったな。なんか間違えちゃったかもしれない。調合。干し草作ると、なんかできる。干し草、このベリーとか食べ、うん。この辺は調合できないんだ。こんなもんか。ねえ、ちょっとさ、コメントの部分がさ、ちょうど被っちゃっててさ、そこさ、見ないでいいやみたいなになっちゃってんだよね。あきなりさん、こんぐま。今日も楽しく配信していくので、ゆっくりまったり見ていってください。これは使っちゃダメでしょ？これも、もうできないから、これ同じものなのかな？これとか。あ、これ、そう、ほんとだ。これ名前違う。あ、これ、これで。ようこそ、ジョブ、ここでは各職能に関する様々な手続きを行っております。ご用があれば、何なりとお申し付けください。はい。違った。何、探求心の証ってなんだ？よく見ないと後悔する？柴犬さん、それ例えばどういうこと？もう、教えてもらいたいです。この調合？調合とかのこと？こういうののこと？こういうののことかな？後悔するの、例えばどういうことなのか教えてくれると嬉しいですけど。けど、嬉しいんですが、よかったら。とりあえず宿屋行こう。あれ、ここ宿屋じゃないの？宿屋で荷物預けられるんじゃないの？この人じゃないの？おい、あんた！夜に酒場に来るようにって伝言だぜ。あ、ちょっと待って。わかってる。朝になっちゃう。ありがとうね、教えに来てくれて。誰だい？暗殺者スタイルだよ。そうだよ。マスクしてんの。何をする予定？ようこそ、ジョブギルドへ。ここでは各職能に関する様々な手続きを行っております。またお待ちしてるよ。あ、クエストで調合したもん。あ、そういうことね。オッケー。うん。気をつけるようにする。最悪、その時はまた作ればいい。
あ、まあ、後悔、畜生ってなるのかもしれないけど、また作れば、取り返しのつかないことにならなければいいかな。これは酒場、違うんだよな。これはちょっと、それも含めて、あ、まあ、まあ読めばいい話だよね。でもちょっと私やらかすかもしれないから、言ったのにってなられちゃうとちょっと困っちゃう。私、あ、上だ上だ、宿屋、はしごですね。移動に使います。あ、この人、この人、これじゃない？おや、お客様、今日は遅いお帰りで。ね、やるよね。多分言われてもやっちゃうと思うんだよ、私。でも、言われた、今言われたことで、注意することができるからありがとう。今は注意することができてるからありがとう。あ、この腐るものは持っといた方がいいのかな。この辺はちょっとわかんない。入れとこう。うん、その時は笑ってやってください。できれば笑ってやってください。で、この薬とかは、あ、ありがとう。で、荷物がアイテムで、ナナちゃんの荷物、なんかこれ何なんだろう、これ、これって何だ？これを所持してないと町への侵入不可。あ、これは手に持っとかなきゃいけないから。体力回復系は自分で持っといて、これは睡眠を、あ、状態異常ね。オッケー。じゃあこれは？なんかさ、私はやっぱりさ、体がちっちゃいからさ、全然荷物持てないんだよね。これは、体力が適量回復する。あ、そうだ、焼くんだ。お肉私持ってた。私、いや、お肉は、腐りかけがいいんだ。熟してるみたいな感じになるのかな？ちょっと待ってね。何しようとしたんだ、私。大きく回復する。適量回復、大きく回復、スタミナ大きく回復する。とても大きい。この辺はまだ、一番に渡しとこう。この辺もちょっと、一番に渡しとこう。この辺もちょっと、一番に渡しとこう。あ、2個2個。猫たちがさっきフラ、そわそわしてる。かわいい。万能薬も使、持ってたって覚えてられたらいいな。これ重さとかってどれ？え、全然、何が重いの？何が重いの？あ。あ、ね、上の一番だけ私が作ったので、ね、その下の二人は借りてます。お借りしてます。これ重いな。見つけた！ありがとう！これが重いんだ。よし。じゃあ、夜になったから酒場行くー。ありがとう。酒場は、え？これかな？これ酒場？いや。あかん、こっちだ。え、暗いね。暗いね。本作成は一人だけなんだよね。確か。あ、違う。私が持てる、私が連れて、私が作れるポーンは一人で、借りれるのは二人みたいな感じらしいです。だからもう一番は絶対なの。一番はもう変えられないみたい。どこ？これかい？
けないの。やっぱさっき言ったところかい。どこだい、どこだい。あ、ここじゃん。よし。面白くないでしょ。あ、この人だ、この人、この人。ちょっと話すね。これは陛下、お呼びしようと思っていたところでした。声と音、うん、私の声とのバランスどう。呼びしようと思っていたところ、もう呼びに来られましたよ。人目を避けましょう。どうか。あ、種族は変えられないけど、それ以外は、外見は変えられるみたいだよ。なんかどっかでなんか買って買えばできるみたい。でも名前はできないかもしれないって。どう？あ、どうかこちらまで。あ、ゲームはあんまり聞こえない？オッケー。あの、声はどう？声。人の声。ゲームはめっちゃちっちゃくしちゃったんだよね。これだけじゃ、なんとも。人の話って、本当に飽きないよな。これでどうかな？あんま変わんない？でもちっちゃくしすぎたかも。あの、声をさ、メインで大きくしたくてさ。あ、渋さん、お久しぶりです。コングマ、ドグマツ、ドグマツ始めちゃいましたよ。あ、ウィッチャー、ね、ウィッチャー見て、え、ウィッチャー3、ウィッチャー3続きでサッカー館、ん、頼みすぎて俺も、ね、ウィッチャー3見てくれてんの、もしかしてシブクーさん。最近さ、すごいウィッチャーが盛んに再生されてるんですよね。ようこそ。いい品がある。その声もあまり聞こえない。一人の店。やっぱそうなんだな。音ちっちゃいんだな。ありがとう、ごまささん。助かる、その、詳細な情報。じゃあ、BGM はやっぱ下げて、音量上げるわ。こっちで上げるわ。そうか、響いちゃうんだ。これでどうだろう。じゃあちょっともう一回声のとこ、声してみるよ。声してみる、よくわかんない。喋ってみるよ。ようこそ、いい品があるわよ。これはまずいぞ。この人たちの声とかどう？なんじゃ、別に暇ではないぞ。変わんない？人の声変わんない？あれは何だったんだろうな。おかしな村だった。大丈夫？村人みんなが私のような珍しくもない一般人を。ねえ、落ちちゃう、また落ちちゃうって、予期せぬことが起きてる。終了だって。ありがとう。どっからですか？荷物はどうなってる？本当、ドグマ側の問題な、そうだよね。それが多く発生してるって言ってたもんね。ねえ、楽しいのに、早くやりたいのに。ここだっけ？この上か。ここで落ちたんだ。早く私を戦いたいんだ。音量とかいじっちゃったからかな。これは陛下、お呼びしようと思っていたところでした。内密の話ゆえ、人目を避けましょう。はい、こいで、こっちでしょ。今の時間、どうだったの？ようこそ。先日もお伝えした通り、今の王宮は、後期に貸し付くもので溢れております。
後期が陛下の方を偽格者と断ずれば、その言いなりになる者は多いでしょう。陛下が本物であることを証明するには、王宮にいる格者を、つまり偽格者の療養のために延期されていた即位の祝宴です。その場なら、主だった王宮関係者は全て揃います。そこで陛下の力を見せつけるのです。そうすれば、陛下こそが真の格者だと皆も理解するはず。しかし祝宴ともなれば、誰でも出入りできるわけではありません。ちっちゃいな。招待を受けるのは貴族やベルムントに貢献した一般市民に限られます。なるほど。ありがとう、みんなありがとう。もし何回も何回も落ちちゃってもやってられなくなっちゃったら、今日はやめるか、やめるというか他のやつやろっか。あ、もしそうなったら、あれやろう、あれ。例の新幹線やろ、新幹線。あ、幸せ、そうか、確実に調べてくれるやつ。ありがとう。いつもありがとうございます。皆さんありがとうございます。いくつか話していただきたいことがあります。うん。一応その後も再起動はしてるから、全然話聞いてない。なんだ、陛下にはそのためにいくつかの試していただきたいことがあります。え、何いくつかのこれ、あ、じゃあこれ三つをやれっていうことなのかな。市民より我ら警備兵に討伐の依頼を受けています。それを一市民が討伐したとなれば、十分な貢献と言えましょう。うん。討伐するんだね。どうでしょう。この計画にご協力いただけますか。いいぞ。え、これさ、三つ全部引き受けられるのかな。こちらで昨今問題になっている場所を三つほど確認しました。まずはベルンワース北西にあるトレボ鉱山。こちらはゴブリンが大量発生しているとの報告がありました。次にゴブリンね。ベルンワースから西にあるハーブ村。ハブ村。リザードマンの討伐に部隊が駆り出されているそうです。そしてベルムントの東端、橋を二つほど越えた先、こちらでは行方不明の輸送部隊を探してほしいとのことです。行方不明ね。あ、これで打ち倒さねばなりませんね。他のやつは陛下が各社として名を立てられるよう。ああ、まずは一個ずつね。オッケー。焦るな。私焦るな。頼みましたぞ。わかりました。え、じゃあやるよ、みんな。アイテムじゃなくてクエスト。魔物の討伐いきます。やっぱり内容が複雑だと思うからバグも起きやすい。なるほど。じゃあ焦らず、そうなった時はそうなったで、それなりの何かをしていけばいいよね。あ、誰かついて連れてってくれないですか。しばらくこのままでいいか。何ですか、文字の情報。読んでみましょう。何の話してるんですか。よし、目的地はここみたいですね。これはさ、誰か連れてってくれる人がいない場合はさ、どうするの？あ、消えちゃった。大きく。3箇所か。あ、ここと、ここと、意外とそんな遠くないのかもね、ここ。で、まずは、ここ2箇所行こっか。
で、戻ってきて、ここ?ここから行こうか。こう行って、こっちから行くね、じゃあ。置き換える。置き換えてる?これ置けてる?あ、置けないんだな。じゃあ、いいか。あ、商売の才能ないのかしら。ルコラさん連れてってくれんの？あ、知ってるの？街で聞こえてきた噂話なんですが。ああ、メルムント軍の話でしょうか。そう。一番いい声だ。軍組織に入れ替えがあったと。こっちに来てくださいね。はい、出てってますよ。あ、ね、これ朝にしないと。朝にした方が良かったりしないの？こちらについてきてください。え、夜ってなんか怖いんじゃないの？大丈夫？素材採取できる場所がありますよ。得て損にはならないでしょう。それが私のポーンです。夜の敵は強い。え、じゃあさ、ちょっと朝にしてくる。今は弱点攻めに効果的な手段がありません。敵から離れて回復魔法を使います。一旦そのままで。みんなついておいで。あれどこだ。朝にしちゃいます。夜にしかいないとかそういうわけじゃないもんね。あ、パソコン版は不具合が多いみたい。うん、私を怒らせたな。どこだ。お店の兄ちゃんたち、お客さんってこと。おお、それはきっとそのうちでいいやつだね。ねえ、まただ、ダメだ。ダメだ。私の出番ですね。いっぱい取りますよ。今、落ちようとしています。よく落ちるって言ってた?パソコン再起動?みんな落ちるよまた落ちる合図が出てきた。エラーって出てきた。この日常を守るのが別。あ、立ち入り禁止。え、立ち入りの制限、そんなのがあるんだ。え、ちょっと待って。場所や時間帯に立ち入り禁じられている場所があります。例えば夜間の王宮内に侵入し兵士に見咎められると、方位何とかの後に、投獄されてしまいます。危険を、かして侵入するか否か。ああ、そうなんだね。そんなにやばいんだね。定期的に武道会が開催されています。参加すれば特別な人物と出会えるかもしれません。ただし入場、会場へ入るにはふさわしい格好が必須となります。了解です。いいですが、あまり待たせすぎないでくださいね。今セーブ入ったね。各社様が戻るまでおとなしく待ちましょう。ステルスでこそこそ入れたりするのかな。あ、従業員の兄ちゃんたちか。入れないんだね。どこだったっけ。あの、あ、ねえ、この辺、この辺行きたい。あれ?え、これ閉じなければさ。素材となるものを入手しました。後々役に立つ場面があるでしょう。レポートデータの作成が完了しました。このデータはお問い合わせの際に必要となりますので、作成後は大切に保管してください。
はしごですね。移動に使います。うまく利用しましょう。姉ちゃんたちは新幹線やってた。あ、コジさん、おかえり。なんかね、もうね、10分おきぐらいにね、定期的にね、落ちちゃうの。クラッシュしちゃうの。だから、ちょっと、聞き耳立てるのは得意。好きに見ていてくれ。あ、フレームレート問題があるみたい。バグ？え、これフレームレート下げればいいのかな？今さ、さっきと同じクラッシュレポートツールっていうのが出てきてるんだけど、申し訳ございません。ゲームが予期せず終了したことを検知しましたって書いてあるんだけど、今ゲーム動いて、あ、止まっちゃった。ここからならトレボ鉱山の場所が近いです。一応ね、あれはできたんだよね。龍が如くは何の問題もなくできたんだよな。ここかな？メモリは大丈夫だと思う。ノートパソコン4倍のメモリ容量、すごい。あ、そうだよ。安かったからさ、安くなっててさ、ちょっと違う話、ちょっとこれ始めちゃう。安くなってて、しかも私も、その、アマゾンで買ったんだけど、アマゾンの、相性悪いと立ち上がらない。立ち上がってるから大丈夫だよね。2000円ぐらいでね、増設できたよ。2000円ぐらいで。商品券持ってたからね、さらに安くなって。どれどれみんな。どれをどうすればいいの？これ？フレッシュレート？フレッシュレートじゃない？間違えちゃった？赤色で表示されています。この場合、深刻な。あ、使用グラフィックメモリが大きいため。これ、あ、これ間違えちゃった。どうすればいい？はいって言って。いいのか。フレームレートか。フレームレート。これか。え、でも今私これになってたんだけど、これが良くないの？これ何にすればいいの？あ、カプコン側のトラブル。下げると、トラブル解消されるかも。マックス30、マックス60、マックス120、どれにすればいい？マックス 30？ これにすればいい？じゃ、これで、あとは大丈夫。あとはなんかやることはない？この辺。この辺とかいじんなくていい？あ、モーションブラーオフ。ジオグラフィックスのメモリが赤色で表示されています。この、え、これ関係ある？右のさ、ところさ、なんか赤くさ、これ、私限界なのかな？カペルさん、ポングマー。これさ、下げた方がいいのかな？シオグラフィックスメモリー。っていうのが、処理負荷でも、そんな高くなさそうだけど、何が違うの？これなんで赤いの？あ、ファストトラベルは、今のところ私はまだ発見できてないです。でも、ファストトラベルに近い牛舎みたいな、牛舎みたいな感じで馬車に乗って移動するやつはあったよ。120はグラボが無理だと思う。処理負荷変えられる？処理負荷ってどうやって変えるの？どうやって変えるんだ？処理負荷？処理負荷っていうのがあるのかな？どれだ？ふうふうこの辺影の品質とか下げたりすればいい？そういうことじゃない？
距離負荷って何？ど、な、何をど、品質、これ？モーション品質？この辺を、中、全部定にする。あ、確かに数字減ってる。え、でもさ、でもさ、グラフィックスメモリが、ちょっとギリギリだけど、処理負荷っていうのはさ、まだ半分もいってないんだけど、これ、何なんだろう。これが、テクスチャーフィルタリング、あ、でもグラフィックスメモリが 5.51 に変わった。全部低、これも低がいいかな。で、これも、これ何、あ、これ下げれば、あ、テクスチャー品質、これギリギリ、オレンジ色からやめとこうか。これにしとこうか。これでいいか。これなんだ、モーション品質。これもまた下がる？これも変わんないね。か。あ、これは別に高くていいんだ。品質。この辺上げてもあんま変わんないや。グラフィックメモリ。うん、これはこうで良さそう。これもこうで良さそう。ここがダメだわ。これも、グラフィックスメモリがダメそうだよね。負荷処理、これ良さそうだもんね。変わんないもんね。テクスチャーフィルタリング。いや、でも今は下げとくべきってことか。ね。そこまでなら私が案内できます。今全体で結構下げたけど、画質全然。待たせすぎないでくださいね。各社様が戻るまでおとなしく待ちましょう。品質が高いものを手にしていく方が良さそう。異様に重くなっちゃうことがある。たまに？たまに？ってことかな？え、じゃあ、とりあえず、私はここに行きたい。ここ。ね、大丈夫だね。思ってたほど変わらない。そして私がちょっと顔をマイクに近づけすぎてたから、私の声爆音じゃなかった。大丈夫だった？役立つ素材を得られる場所ですね。せっかくですから。昨今の公式からも今後のパッチ不具合対応していきます。ごめんちゃいってごめんちゃいってきた。証拠用のはしごです。これ何？あ、何？戻りのアイテム。刹那かな？刹那の秘跡を使うと戻りの掟のある場所に瞬間、あ、ねえ、カペルさん、もしかしたらこれなんかファストトラベルじゃないけど、戻りの掟？何これ？ある場所に瞬間移動できるものがあるみたいだよ。こういうのがあるみたい。任意の場所に配置可能なものと街などに固定されているものがあります。戻りの掟。まあ、10個までに箇所に置くことができます。冒険の拠点として役立つ場所に設置しましょう。あ、アイテム、そっかそっか。石杖って読むのこれ。二つ場所に設置し、一度置いたり戻りの
礎は回収することもできます。町などにある固定の戻りの各社が一度触れることで利用できるようになる。実は便利ですね。これ触るといいみたいだよ。え、でさ、これさ、こう地図見るとさ、これ違うな。今私はどこにいます？これだ。ここに戻るとかできるの？どうやってやんだろうね。ちょっとわかんないけど。もし、有識者様、わかる方いたら、後でもいいので、教えてくださいませ。あ、ラフさん、ありがとうね。会話の中なのに。気になって見に来てくれた。ありがとう。また来週ね。ベルムンズ軍の話でしょうか。あ、アイテムが必要だと思う。そっかそっか。アイテムを消費することでそこに飛べるってことか。うんうん。了解です。わかった。私も楽しくプレイするので、後でアーカイブ見てね。あちこち回って。オッケー、ありがとう。宝箱ですね。どうにか近づけないでしょうか。どこですか？行こう。ここからならトレボ鉱山の場所が近いですね。ついてってください。そこまでなら私が案内できます。あ、はい。じゃあついていきますね。じゃあ行きましょう。いらっしゃい。何かご用ですか？日射ですか。うまく使えば旅が楽になりますよ。気力と体力を温存できますが、安全かどうかは状況によりです。いい声だ。そう、だいたいさ、同じ感覚で落ちてたよね。こんなに天気がいいな。ヒラキーさん、昼寝でもしたくなりますね。お久しぶりです。浮かれるのもいいですが、戦闘準備ドグマ始まりましたよ。今弱点攻めに効果的な手段がありません。すごいです。まだ敵は残ってます。油断は禁物ですよ。いいですね。来てくれてありがとうございます。全然敵が見えない。イケメンポーンだね。旧大根の家で立ち回りができました。常に向上心を持って臨みたいものです。ちょっとでも耳とかちょっとね、もうちょっとね変更したいんだよ私。あ、取ろうとしたの私が取っちゃう。こっちですよ。はい。ヨコラさん回復できない。もう、あ、春巻さん何？戻りの、ありがとう。好きな場所に置いた後に、鉄砂の場所が近いですね。では、私についてきてくださいね。鉄砂の飛び石を使うことで置いた場所にワープが可能です。飛び石は消費アイテムなので、ナナさんがさっき触った町にある固定の戻り、なんとかって、触れておかないと機能しないので、新しい街に着いた時は探して触る。うん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 。なるほどなるほど。見つけたらというか、もうある時は必ず、素材採取できた方がいいってことだね。せっかくですから。触っておけば、その、石があれば、刹那の飛び石、刹那の飛び石があれば、石杖。さっきも教えてもらったのに。もう忘れちゃった。え、ちょっと待って。ね、あれ、無理だよね、私。まだ。こちらへどうぞ。こちらへどうぞとか言う。やばくない？大丈夫？うん、初回は問題なかった。昨日は問題なかったから、またその後になんか起きたのかなぁ。出ました。敵です。やりましたね。さすが各社様です。まだ敵がいますよ。集中しましょう。よし、うまくいきました。大丈夫、私が助けます。頼みますね。めっちゃやられてんじゃん。
自分で自由に設置できる戻りの上限最大10個まで場所を変えたいときは回収することもできる。ありがとう。ブランク上がった。いい一撃です。みんな回復して。この子ショコラちゃんはさ、自分で回復できないの？しとこうか。よし、連れてって。なんか見にくいな。何何、チュートリアルログを開く。なんか橋がどちゃらこちゃら言ってたね。破壊した橋、吊り橋の破壊。明るまなら作ってるときに大丈夫だったよ。またね、落ちちゃったの。こっちですよ。やばくないですか。ショコラちゃん死んじゃった。やばい、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 ちょっと無理だ、私無理だ。どうするの。直前から再開、セーブとかしてないぞ。バターチキンカレーめっちゃ美味しそう。ごめんみんな、死んだ。死んだ死んだ。ちょっと常にヘルプしとこう。常にヘルプだけやっててもらおう。戦わなくていいんだ。ショコラちゃん、トレボ鉱山の場所が近いですね。では私についてきてくださいね。今は特にお助けできることもなさそうですね。誰が回復なの。モブゴブリン発見。今は弱点攻めに効果的な手段がありません。ショコラちゃん、回復魔法を使います。やばい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 、ずっとヘルプしててくれ。強いけど私落ちちゃった。どうしよう、どうしよう、どうしよう。みんな、みんなが、ところちゃん、ヘルプ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 。ちょっと、あれ、どこにいる。ところちゃんどこにいる。あ、そっちだった。ちょっと、あ、間に合った。助かりました。危なかった。ヘルプ、回復しよう。で、ショコラちゃん、なんで出るの。難しい。一番大丈夫か。さあ、同じ魔法を重ねますよ。これぞ連携、我らの力です。なんかスライムみたいに出てきた。え、待って、これの後でいいか、この後でいいか。わかりました、すぐにお助けします。
て、私逃げて。どうした？ごめん、全然コメント見れなかった。うん、素材採取できる場所がありますよ。お願いします。そう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 、ショコラちゃん回復してほしいんだよな。半分以上回復できないのかな。これなんだろう、なんかあんの回復って。これは素材として使うものですね。最初は難しいかもだけど、覚えたら調達早いから。優しいこと言ってくれるじゃん、ごまささん。頑張るね、調達できるように頑張る。とにかく調べてみなければ。そう、あのね、ファイターからシーフにね、変更したの、私、ジョブ。ちょっと遅れて返事しちゃってごめんね、みんな。よし。え？ここは討伐できたのかな？言われてたところ。こうして見ると、我々の職は全て異なっていますね。互いに得意とする能力は違いますから。そうなんだ。宿かキャンプじゃないと全開しないんだ。ありがとう。ここからならトレボ鉱山の場所が近いですね。あ、ジョブチェンジしたの。私についてきてくださいね。じゃあさあ、これなんで壊せない？壊せないやつなんだ。私の後ろを追ってください。にゃんだって。これは、あ、宝あるじゃんか。なあ。これ何？これ。まさか。そんな気が、そんな気がして。あ、たけさん、たけジャックさん、登録してくれました。ありがとうございます。面白いと言ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします、コングマ。こちらへどうぞ。なんかそんな気はしたんだよ、私。ダメージが残った我々に倒せるでしょうか。これさ、いや倒せないと思う。ね、ちょっとさ、どっかで休もうか。一回帰ろうか。みんな、ちょっと一回帰ろう。絶対ダメでしょう。こんな弱々チームじゃダメでしょう。どっかにキャンプとかってさ、わかったりしないの？テンションマックス。テンションマックスだよ。興奮ですよ、興奮。楽しいよ。テンションマックスの方がみんな楽しいでしょ？ダメ？ちょっと聞いてて恥ずかしい。あった！これはこれ。これじゃない？あったあった。野外の特定の場所にある焚き火跡では、キャンプを設営できます。設営には専用のキャンプ用具が必要となります。キャンプで宿泊すると、拠点の宿屋と同様に体力やスタミナを回復し、ロスゲージも蓄積も解消します。旅の継続のためには、キャンプ設営の準備も念頭に入れておきましょう。キャン
ンプでは肉を焼いて食べることができます。特定のステータスが上昇するなど、あ、肉持ってないから誰か効果が得られます。いい肉であれば料理大きな効果が期待できるでしょう。キャンプ屋 A の前には焚き火あと周辺の敵をなるべく排除しておくのが望ましいでしょう。周囲に敵を残した状態では宿泊中に襲撃を受ける可能性が高くなります。キャンプをキャンプをせずにスキル変更をするって、ここでスキル変更ができるの？いっか、キャンプを行う。一個だけ持ってんだよね、使用する。初めてキャンプですよ、みんな。普段キャンプできないから。ダメなんて言ってない。うんうん、キャンプ用品とかある。ああ、そうみたい。感じ読めないときは優しくしてくれる。ありがとう。大事な人が押しかけていましたね。これどうすればいいの？しゃがむ。それぞれなのだなと感じます。お肉持ってないと思う。え、これさあ、座る？お肉焼くのには焚き火をする？え、どうやるの？あ、カレーお願いします。あ、調べる。あ、違う。どうやって焼くの？テントのところで朝昼夜。うんうんうん。鍋も作っとく。あ、鍋作ってくれんの？鍋作ってくれんの？焼くのはどうやるのさ。ここだと朝昼夜しかできないでしょ？え、待って、スキルを変更するって。あ、そういうことか。持ってると、持ってるとね、アイテム見れないんだけど、これはなんか関係あんのかな？一回座ってみようかな。獣肉持ってたらどうするの？我々に今更遠慮は似合いませんよ。持ってるかが今確認できない。アイテム、アイテムの使用や受け渡しができないみたい、うん、あれどうした？寝てんの？え、これさ、キャンプこの状態です。あ、ダメなんだ。鹿豚とか狩るのかも、もしくは買うのか。うんうん。なんかさ、持ってたんだけど腐っちゃったの。獣肉っていうのが持ってれば、もう勝手にここに、焼くみたいなことが出てくるのかもしれないね。っていうことかな？調べるで朝昼夜にできるって感じ。朝まで休む、夜まで休むとスキル変更するだけ。そういうことか。了解です、了解です。で、回復するためには寝ないといけないんだね。うんうん。オッケー、じゃあ朝まで休みまーす。保存するときは冷蔵庫に入れておかないとね。皆さん。魚もあったよ。まあいいか。あったよじゃないんだよね。そう。肉じゃなきゃダメなんだね。あれでしょ、実写ステーキでしょ。おはようございます。やることはたくさんあります。じゃあ連れてってください。目覚めの気分はどうですか？もう野営できないです。ここからならトレボ鉱山の場所が近いですね。では私についてきてくださいね。ミステラ実写ね。なんか落ちなくなったね、急に。
れな。誰か頼む。逃がすと思ったんですか。あれはスイング魔法。あ、イノシシ肉あるよ。一人で違うこと。肉取れた？ここは撤退ということです。各社様の判断を委ねましょう。なるほど、確かに。いい攻撃ですね。あ、どこ行くの私。難しい難しい。どこに敵がいるの？やれた？やれたのかな？うん。どこに死体がある？採取を行いましょう。何か使えるかもしれません。これで野営できます。皆様。何も出ないです。でももうキャンプ、野営道具持ってないからさ。野営できないんだ。あれはどっかで買うのかな？これなんか何を取ったのかが見れないなぁ。敵がいます。ゴブリンです。今は弱点攻めに効果的な手段がありません。キャンプ道具ちょうだい。どこに？あ、また？あ、いいじゃん。うまくできないな。うまくできないな。危なげなく戦いを終えられましたが、常に向上心を持って臨みたいものです。あ、なんか虫、調べた調べた。それあ、これ敵なの？あとさ、この炎でなんか敵が見えないっていう。連携でした。ありがとう。誰？この人誰？なんか助ける人かな？何これ？みんななんか大丈夫かな？大丈夫？見えてる？役立つ素材を得られる場所ですね。私の戦い見えてる？なんかさっき宝箱私開けた？開けたね。ちょっと待って。こっちですよ。ごめんなさい。回復魔法を唱えます。一旦そのままで。見えてる。肉結構手に入れたと思う。ほらほら、獣肉、極上の獣肉。いや、結構って2個しか手に入れてなかった。見えてる。ありがとう。うん。各社様、宝箱が。でも、どうやって行けば。
どうすれば届くのでしょうか。こんな獣に使うもんじゃないんだと思うんだけど、あ、重い？ちょっと見て。こっちですか？暗所を明かりもなく進むのは危険です。焼くたびにお腹すいちゃう。やめてくれ。各社様、早く火を消さないと。私がお手伝いいたします。あー、これ、この技あれだな。ありがとう、ありがとう、回復ありがとうね、回復ありがとうね。一番やっつけちゃって。この辺のゴブリンは、うんうん、この辺は大丈夫だよ。すみません、今の方が案内は難しいです。回復しよう。そう、でもね、ポーンが体重いっぱいある。ポーンに持たせる。最悪、あの、重くなったらポーンに持ってもらう。あ、そういう感じね。あ、そういう感じね。も、知らないもの持ってるけど。私が切り刻んでるからだよ。爆発弾を叩いてるからだよ。なんかさ、近くない？視野角。視界が悪い。こういう場所は危険です。足元、頭上、すべての注意を払いましょう。あ、弱い。この辺は弱いんだね。行きますよ、もちろん。敵ですね、今なら体力は十分。とはいえ油断は禁物、警戒を。どこ行くんだろう。全然進んでない。地図を見るとさ、ここの洞窟関係ないっぽいね。終わったのかな？ここは終わったのかな？え、何？どういうこと？ここだ。なんかさ、地図が味方、あ、この先行けばいいんだ。なんで急に案内してくんなくなっちゃったんだろう。いますね。その岩、動かせそうですね。動かして。何人かで押してみるとか。どれどれ。一度押してみてはどうでしょうか。誰のこと言ってんの？誰のこと言ってんの？これかな？これのこと？設定されてる。あ、その、あ、その岩のことね。ね、なんか大丈夫だね。なんかあの、町がダメだったのかもしんないね。私の守りに。そうそう、その調子ですよ。もう一目ですから。いいですね。やばいのいるじゃん。
えづらい、難しいな。さあ、同じ魔法を重ねますよ。これぞ連携、我らの力です。投げるわ。一番狙ってしまう。違う違う、割ったみたい。危なかったね、一番狙っちゃった。当たっとけよと。あ、なになに、ここびっくりマークついてるぞ。いいんですか？私が取ってしまいますよ。何がですか？あ、これ押せんだ。みんな協力いたしましょうか？私がやります。メガさん、コングマ。仲間を殺す気か。なんとなく。あ、これがびっくりマークのやつだったのかな。やっぱ初日とか出来たてはしょうがないよね。買っていたなんてことがありますよ。でさ、それは誰しもが一度は体験することでしょう。身軽。クリス、すみません、今の場所からは案内が難しいです。そうですよね。これ今戻っちゃってんだ。え、これどう。ここじゃないのかな。一回出ようか。洞窟関係ないっぽいよね。これ行き止まりっぽいもんね。みんな、もう、一番引っかかっちゃってたじゃん。ドグマは延期しないでほしいな。確かに弱点攻めに効果的な手段がありません。もう体力がさ、死に方かわいいの、なんか。よちよち歩きなの。ちゃんと前を見てください。危ないですよ。気にしないでください。はい、助けてください。大丈夫ですから。あれ、ラナちゃんに言ったんじゃないの？怖いかな。ヘルプはつ、あ、一番が。ダメ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 。私ができる。強い。治療なら私に任せてください。一旦そのままで。ちょっとお願い、やめて。怖い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 。助かりました。感謝と。無理すんなって。倒してくれたんだ。怖いよ怖いよ、強いよ、なんか急に強いよ。アジブランクアップ。
外とね、喋るんだよ。入手しました。今喋ってる、今喋ってる。組み合わせによって異なるものに変化します。ねえ、敵が強いね。急に。あれ何？ここ、もしかしてすごく珍しい採取場所では？確かに、これは珍しいですね。宝箱発見。はい。ハイタッチ待ってたでしょ今一番。ごめんね死活しちゃったピンで覚えるようなもの。こんな人、そうなの、女性だったんだ。女性だったの。しかも可愛い声出すのえ、どこ行けばいい。こっちかな？この先かな？とりあえず進んでってみようか。なんかも、すごいことが起きるかもしれないからね。じゃあみんな、カモーン。疲れちゃう、疲れちゃう。ナナちゃん疲れちゃう。ここ。早く、ダメダメ。あ、レベル10になった。ポン変えようか、ポン固まった。やっぱさ、重いのかな。キヨちゃんです。キヨファンヘッドだったので男だと思ってた。あれなんで、あのね、獣なの。獣落ちちゃったよ、みんな。これどっからかな、セーブどっからかな一生懸命戦ったのに。ダメだね。かっこいいポーズ、確かに。もうこれサムネ決定だね。え、どうしようか、これもう、エラー報告ってした方がいいの？いいか、もう。どうすればいい？何回も落ちたの。始めたとき、始めてすぐは、10分に1回落ちてた感じ。全然進められなかったの。ね、そうだよね。だから別に報告しなくてもあれだよね。みんな、誰か同じこと報告してくれてるよね。キャンセルすらできなくなっちゃった。ね、皆さんはどうだろう。楽しいのに。昨日はさ、一切報告そういうことなかったよね。今日だよね。今日からだよね。うん。え、みんなは大丈夫なの？まだやってない？CPU キャラがたくさんいる場所でも、あ、なるほどね。なんかそうみたいだよ。みんなエラーが起きてるみたい。だってさ、でもさ、私ってそんなにさ、悪いパソコン使ってないよね。それでもなっちゃうってことは、やっぱりドグマ側、カプコン側が問題なのかな、やっぱり。
どっから？もうこれ何回やってんだろう。でもさ、今はさ、ちょっとさ、だいぶマシだったよね。もうちょっと下げる？なんか、あ、サイズ変える？やっぱそうなんだか、あんまりそこは関係ない。なるほどね、そういうことなんだ。負荷がやっぱひどいんだ。対応できないんだ。で、ここさぁ、ここちっちゃくしても意味ない？関係ないか。あ、でも終わった後かな。あ、これさっきのとこ？そう、減らしちゃうんだ。何？なんでいきなり？あ、すごい意味ある？ちっちゃくしよう、ちょっと一旦。違う。これかな？画質やばい？全然変わんないね、画質。あ、変わってんのかな？大丈夫？今変えたよね。プリオチがバグ。画面大丈夫？今ね、どっちから来たかが全然わかんなくなっちゃうな。こっちじゃないかな。これ戻ってる？こうしてみると、我々の職はすべて異なっていますね。互いに得意とする能力は違いますから。それぞれの持ち味を生かしていきましょう。これ来たとこってことかな？こっちから来たのかな？なんかさ、ま、あ、あとちょっとだ！あれ？宝箱がありますよ。近づくにはどうすれば？ここにあるの？ここにありますか？このさ、変わったものが採取できそうですね。あ、そこにあるの？珍しいですね。それ降りちゃったら登れなくなっちゃうかな。危ない。登れなくなりそうだね。いらないか。あ、アルバート・ウィスカーさん。お久しぶりです。コングマー。下降りたら登ってこれなさそうだからやめとこうか。あ、なんかでっかいのいる。ヘルプを決め。私にできることなら何でも。あれ、なんか新しい人いる。死者の蘇生？死者がいきなりも、誰か死んじゃったみたい。この世界で、世界の住人が死亡した場合、各社が近距離でアイテム、
有の行動を使用すれば蘇生することができます。死者は一定時間が経過すると死亡した場所から大きな町にある板安置所に、はあ、なんか怖いこと言った。どこに、あ、この人、あ、そこだ、しっかりしてください。誰が死んでるの、どこに死者がいるの。オブゴブリンです。今は逆転攻めに効果的な手段が、やばい、あの、回復お願いします。みんな大丈夫、回復して。クロちゃん大丈夫、あ、倒したみたいな、もう知ってんの。あ、知らない人とハイタッチ、ね、一番がレベル10になった。いい、あ、この人かな、死者。アルバイトさん、そうみたい。こっちのチャンネルって言うと、こんな時にすみませんが、異界ごとにマスターの好みも違いますね。獣人ポーンを好むマスターもいました。人それぞれなのだなと感じます。今は特にお助けできることはなさそうですね。知らない人強かったね。私何もしてない感じだったわ。あ、これ終わったみたいだね。こちらへどうぞ。あー、そういうことか。以前さ、アルバートさんはさ、アルバートさんはさ、アイアの時も来てくれたよね。こちらを進みましょう。ようこそドグマの世界へ。そしたらさ、出口はさ、ついていけばいいのか。ついていけ。私が先に、当然行きます。いや、違います。ショコラちゃんについていく。可愛い声してんだよ。え、ちょっとなんで登った今。なんで登ったんだよ。うん。あそこに見えるあれ、どうにか手に入れたいですが。手に入れてみる？どうせなら、下行ってみる？登ってこれなくなっちゃうかな。目的地へ向かう途中でも宝箱を見つけるとつい目を奪われます。下、いや、やめとこう。これは誰しもが一度は体験することでしょう。やめとこう。ショコラちゃんについていこう。ショコラちゃん、ほら、行くよ。出てって。とりあえず出るところからだよね。こういう時にさ、なんとかの石のなんとか、あれがあるといいんだろうね。さっき見つけたさ、帰る石のと、素材使ってさ、帰るやつ。全然話がわけわかんなくてごめんね。こっちですよ。違うんだよ。声かわいいのはショコラちゃんじゃなくてこっちの子。この子の声がかわいいの。私は支援行動を重視し、常に各社様に寄り添います。戦いにおいては各社。呼ばない。あ、飛び石、そう。さっき言ってたやつね。ありがとね。説明がぐっちゃぐちゃで。うん、分かってもらえて嬉しい。そう。あ、で、出口こんな近かったの？視界が悪い。こういう場所は危険ですよ。足元、頭上、すべてに注意を払いましょう。この声。洞窟を抜けました。暗い洞窟は気づかれしますよ。そうですね。ところち
ちゃん、それちょっと困るな、なんとかなら。あ、セーブ、そうだね、セーブってことを忘れる。ありがとう。ありそう。うん。で、指示に従い戻ります。あ、出た出た。私は何より回復支援を得意としますので自己判断で手持ちの支援品を各社様にも使用させていただきます。はい、いくらですか？うん、え、これいくら？これいくら？私見えてないのか。いくらになってる？31か。交換しようかな。あ、弓、アーチャー。まあいいか、これはちょっとじっくり後です。決めよう。ここで変える必要はない。まだ残っていますから、続けましょう。ありがとう。最も近い目的地を優先します。目的地の一つはハーブ村にありますね。ここからは近いですよ。いや、二人とも同じ声かな。ふくらちゃんと。一番が、私の後ろを追ってください。どうした一番。体重くて遅いのか。同じ声に聞こえるね。これ何？さあ、何が出てくる？狼を確認。氷は基地上にない相手ですね。同じ声かもしれないね。だからなんかわかんなくなっちゃったの。各社様との連携しっかり務めました。どう？こっち？こちらへどうぞ。行き過ぎちゃう、行き過ぎちゃう。私の背後に。やれたかい？ぜってなんだ。危なげなく戦いを終えられましたが、常に向上心を持って臨みたいものです。え、花で、これは、これは、こっちに来てくださいね。私が間違えて攻撃しちゃってるのかも。あ、ここ野営地もうできないよね。野営したいな。あ、もう、あ、これ何回も使えんの？あ、そういうこと？みんな野営しようぜ。あ、動いちゃうからさ。肉焼こうぜ。あ、キャンプでの語らいはいいもん。このさ、雑談するだけでも楽しいものです。え、できないけど。肉持ってるはず。え、どうやってやんの？肉を、あ、ここ肉のとこに立てばいいのかな？座る？
の場所で。あったよ。これは、いくよ。獲物肉を使用します。はい、みんな焼くよ。飯テロ行くよ。あ、極上あ、ラム肉。これラム肉だと思う。ラム美味しそう。食べ過ぎました。え、これ焼いたら食べたことになってんの？そっか、極上行けばよかったね。次の冒険に触ります。肉うまそうだね。これやばいね。獣肉の鏡やばい、これさ、あ、お肉もうない。あ、もうお腹いっぱいになっちゃったから食べれないんだ。焚き火するっていうのは？さっきもやったけど。何してる？この下のマークのやつかな？各社様の自由な行動は、楽しい。振り回されもしますが、楽しくもありますよ。同じ声だな。すごくわかりますよ。そうなんですよね。え、じゃあ、ねえ、ステーキ食べたい。夜、朝まで休みますね、皆さん。え、やっぱ楽しいね。うら、一人でやっちゃいそうだよ、ね、私。やることはたくさんあります。うん、目覚めの気分はどうですか？連れてってください。ここだけじゃないですよね。じゃあ次へ。まず最短の場所を目指します。素敵屋行ってきた。目的地の一つはハーブ村にありますね。ここからは近いですよ。楽しい。素材採取できる場所がありますよ。せっかくですから。え、柴犬さんこんな低い素敵な声してんの？なに、どこいる、どこいる？え、敵が見えない。あ、なんか戦ってる。あ、いたいた。ね、あれやったら無理？投票機能は私しか使えないので、それはできませんね。ちょっと戦いたかったけど、やめとこうか。なんか、でも仲間いるからいけるかな。ちょっとやばそうだったら回復しつつ。冷静にやれば砲丸を持ち。この敵の執着心には要注意です。女性ばかりを集中して狙ってきますよ。わかりやすい。それだけの脅威だ。みんな戦え。あ、どこ行った？楽しいなぁ。後悔させてあげましょうか。乗ってるよ、私。あらゆる手段で戦闘を尽くしましょう。これぞ連携、我らの力です。よし、
がよく効くはずです。優しい顔やってる今。えぐいえぐい。今ダウンしてないからダメなのか。まず相手の体勢を崩しましょう。チームを出せることで優位に取れます。一番が死にそうだ。強力な体勢です。よくわかんない。分からせてやろうか。タランちゃんいた。期待しすぎかな。ごく普通の品でした。そうそう、いつも価値の高いものばかりじゃないの。みんなよ、みんなたかってるじゃん。誰この人たち。あ、これ女性だったの。え、ちょ、この女性なのこの人。ちょっとありがとう。いけた。いい加減、まあ、で、音楽さ、あ、そうなんだ。音楽、音量でかくない？大丈夫？おじいちゃんがプラしてるのは普通なの？普通のことなの？え、ちょっと分かってくれた？なんか、私がさ、こうやってさ、これでいいみたい。やるべきことをやる。変に動かしちゃってて位置が定まってなかったけど、やめて。頼む頼む。私をもっと頼ってくださいね。はい、痛いです。回復魔法を唱えます。え、ありがとう。一旦そのままで。レベルがどんどん上がっていきます。そうそう、動かさなければ簡単だったの。ちょっとうまく説明できる。あ、一番もレベル上がった。ダッシュボタン間違えるな。あの像はいい目印になります。あ、重い。言ってみて損はなさそうです。重いので、ちょっと時間ください。この辺は、渡しとこう。オッケー！ありがとう！サル系は、この辺重いでしょ。これは一体何だ？これなんかの歯じゃないかい？あ、なんか武器ゲットしてる。こっちの方がいいね。交換しようか。一番もそんな荷物持ってない。誰か虫捕まえてくれてないかな。お魚、捕
悪くなっちゃった。で、こっちに装備する。ちょっと見えてないんだけどさ、どう？こっちの方がいい？よかった？よかったね。で、これを渡しておこう。ね。あ、セーブしよう。結構強くなってた。ありがとう。楽しい。あれ？先に行く。戦いは気が進みませんね。敵対する以上、致し方ありません。どこ？なるほど、確かに。どこにいる？この人って普通に人じゃないの？え、こ、普通にて人が襲ってきたりするの？仰せの通り先行しますよ。あ、ここは何？盗賊とかもいるんだ。なになに？あ、ハーブ村、あ、ハーブ村着きました。目的地かな？なんかさ、こう走りな、遠いけどさ。私の後ろを追ってください。こうやって、ついていくの楽しいね。冒険だね。ほんと冒険だね。何ですか？ああ、走りすぎましたか。待ってますよ。ここです。なんかさ、ESO っぽいところもあるよね。おい、危険だぞ。この奥には水星の魔物がいる。我々は報告を受け対処に来た討伐隊だ。分隊が先行してるんだが、まだ戻らない。どうやら苦戦しているようだな。あんたが入りたいなら止めはせんが、何があっても責任は持たんぞ。入っていいんだ。うん。あれ、ここ？あ、水の中？え、私は水の中には入れないんじゃなかったかな？こいつらを、もうダメか。うんうん。え、これどうやろうが。誰が喋る？そうそう、海を渡る巨人の話だったな。そこでお前さんが言っちまったんだ。若い者はせっかちでいかん。土でできた巨人は水の声を聞く。あれはヒュージブルのしもべなんだよ。各社様がポーンを従えるように海の精は巨人を動かす。何でもヒュージブルはそうやって巨人を使ってドラゴンが余計なことをしでかさぬよう見張っているって話だ。余計なことが何なのかはわしにはわからん。流行りには乗らないんじゃないかな。うまい酒はついつい余計に一口多く飲んじまうもんだろ。ほっといても一人で喋ってんだ。役立つ素材を得られる場所ですね。こんな辺境にも先住者の老人がいましたね。結構いいな、盗んで。必要に海を目指す意図は分かりません。私もそこは気になります。鎖掛けのやつがいいんだっけ。時が進めば彼のことが理解できるのかも。何分言えばわかるんじゃん。ちょっとこのおじちゃん謎だな。ん？どこのこと言ってんだ。これじゃ
あ、ここか。採取を行います。何かに使えるかもしれません。あ、ここのことね。あ、敵いるじゃん。花摘み行きたいぞ。一回お花摘み行ってこようかな。みんな。鎖かけ。ちょっと。みんな、お花摘みに行ってきてもいいですか？ちょっとお花摘みに行ってきますので、皆さんちょっとお待ちください。行きたい人は一緒に行きましょう。よーい、ドン！戻りました。ただいま。もう笑った。あくまささん、お風呂摘みに行った？あささん、おつお、ぐま、おつぐま。手洗ったよー。ちょっと寒いね、移動すると。ちょっと待ってねー。落ちないね、お、ま、やっぱり。よし。行ってみるよ、これ大丈夫かな？なんかさ、ランタンつけるだけで結構明るくなるの、これすごくいい仕様だと思う。よく物音を聞いて、気配を察するのです。お互いに気を配れば、何が来ても大丈夫。まあそこに、物音聞かなくてもいるのは分かってる。ボケ担当に褒められたね。なんかやばいのいる。新しいのいるよ。ちょっといっぱいな。あ、みんないるじゃん。敵、味方みたいなのが。リザードマンがいます。こいつは炎に耐える力があります。なんで私いろんなとこ行っちゃう。いい攻撃ですね。
止められた。スタミナを、スタミナを。リザードマン。あんたすげえな。おかげで無駄死にしなくて済みそうだ。君もすごかったぞ。足っぽ切れてる。あ、なに？あ、お金拾った。ここもまた連れてってくれないやつかな？行きますよ。もちろん。ごめんね、雑音みたいの入ってたでしょ。よし。うん、ランタンいい。すいません。今の場所からは案内が難しいです。ここだけじゃないですよね。じゃあ次へ。まず最短の場所を目指します。目的地の一つはハーブ村にありますね。ここからは近いですよ。え、ここで合ってんのかな？ちゃんと地図、あ、ちょ、あ、たどり着くのかな？このまま行けば。間違えた。空箱発見！戦闘で使える品です。数があるほど安心ですよ。使いどころを考えて大事に使いましょう。ん？え？降りちゃっていいの？あ、ここだ。この辺みたいなんだけど、あ、ここだ。あ、人いるじゃん。戦いましょうか。治療なら私に任せてください。少しお待ちを。私にできることなら何でも。水に濡れてしまったようですね。やばいやばい。何が起きてるかわからないね。みんな見えてる？大丈夫か？しました。いいですね。いいですね。うちの兵士じゃないな。助けに来てくれたのか。ありがとう。すまないな、このざまでまともに歩けない。入り口まで連れて行ってくれないか。あー、しょうがないな。いいぞ。回復。だってこの辺なんかちょっとごちゃごちゃしてわかんないくなっちゃうけどね。あ、この卵と、あ、宝箱。こちらへどうぞ。一切さ、何が取れてるかが。罠がある場所には
どこか違和感があるものです。お互いに気を配れば何をしても大丈夫。これかな、まだ。あ、さっきの今の魚拾ってる拾ってる。帰ろうか。手のマークこっちにいる。悪者様、これをきっとお役に立ちますよ。何くれたの？薬落ちてた。最大値回復するとか？それで最大値回復したりすんのかな？あ、アクセサリーポイント拾った？これってさ、ちょうどここなのかな？右上に出てんのかな？赤いじゃんですよ。よく見つけましたね。なになになに？これはいい仕事をしましたね。あ、ピッケルはね、勝手に持ってないはずなのに、勝手に出した。から多分無限アイテムだと思う。これ大丈夫？何拾った？何拾った？アクセサリーこれ？あ、装備できない。これ何？何？なんかの、あ、嘘！あ、これ？本当だ！おう。こうやって、なんか高いのかな？安く売ってたりしないのかな？で、これは何？なんか、なんでつけられないんだと、あ、装備できる人がこの二人ってことか。私はつけれるやつじゃないんだ。あれだね。装備できる職業になった時につければいいか。なんかいろいろ拾うね。やっぱこういう冒険は素晴らしいですね。シーフつけられなんかね、シーフかっこよくない？シーフだからなのかな？こうくるっと回っちゃうの。一万高っ。じゃあやっぱ拾うべきだね。いちいちかっこよくない？あ、戻ってきた戻ってきた。すまない。あんたの力を見くびっていた。この件は警備長にも知らせておこう。よくやってくれた。ありがとう。引き上げは我々でやるからもう大丈夫だ。ついてきてたのかな。各社様、拾っておいたこれをどうぞ。あ、またなんかどんどんくれるな。洞窟を抜けました。あ、ここにいた。暗い洞窟は気づかれしますよ。そうですね。あ、なるほどね。掘り出し物とかそういうなんかセールみたいなものがある。その先はリザードマンだらけですから。なんだよ、怖い。びっくりするじゃん。あ、突然すみません。私たちはその村の住人だったんです。ひょっとしてあなたは各社なのでは？奥で手振ってる。村を取り戻そうと思って来たのですが、私たちの力では無理そうですね。先日村がドラゴンに襲われた際に一時的に避難していたんですが、その隙にリザードマンが村を占拠して今ではこの有様です。一体どうしたものか。騎士団が来てくれるとも思いませんしね。ですがあなたが各社なのであれば不幸中の幸いです。少し手を貸してはいただけませんか。お願いします。いいあのリザードマンどもをどうにかしてください。任せとけ。リザードマンだらけです。注意してください。これ優先にしよっか。あ、間違えてたボタン。リザード兄注意を。この時優先にしたのか。今私は今氷属性が効果的です。氷属性とかあるんだね。攻撃ですね。さあ、同じ魔法を重ねますよ。これぞ連携、我らの力です。やっぱり各社様、見事な腕です。終わり？
これちょっと話すのかな。やってくれたんですね、素晴らしい。余裕だったぞ。おかげで故郷を取り戻せました。早く他の者にも伝えなくては、うんうん、すぐに村は元通りになりますよ。本当にありがとうございます。あ、またいつでもこの村を訪ねてください。ドラゴン襲撃の前は美しい村だったんですよ。いつかその姿を取り戻してみせますから。これで脅威はなくなったはずです。後日念のためまた様子を見に来てみましょうか。うんうん、わかった。そうですね、しましょう、しましょう。まずいんじゃない。オッケー、ありがとう。なんかさ、どっかで戦闘してるような音が聞こえるけど、え、これセーブできな、できてる？あ、なんか拾ってる最中だったから、なんかセーブボタンがさ、これセーブできてんのかな。白くないんだけど、グレーじゃない？これできないの？これ、え、あ、敵がいたからかな。こっちですよ。音だけ？うんうん、ちょっと待ってね。なんか見えてるね、この中に。なんか見えてるね、誰かと戦ってた。よろずやらしい。これでセーブできるかな。あれ死んでない。敵だったの？いいの？これやっちゃっていいの？え、この人さっきの。え、一番がおかしくなっちゃったんだけど。え、これどうしたら死んじゃったよ？え、ちょっと待って。え、ちょっと待って、どういうこと？この人さっきの人。え？誰か教えて、この状況を。素材採取できる場所がありますよ。得て損にはならないでしょう。あれ、生きてるのかな。次来た時生きててくれるのかな。調合素材の一種のようです。え、やっちゃった。後々役に立つ場面があるでしょう。なんか一番が一生懸命戦って出たな。あ、ここで寝れるんじゃん。ね、びっくりした、びっくりしたけど、セーブ、あ、やっぱさっき敵がいたからなんだ。なんか攻撃されちゃったのかな、間違いで。え、なんか、え、こっちに来てくださいね。やだな、なんか、ショックなんだけど。ね、ショックなんですけど。なんで一番。うんうん、なんかそんな感じだったね。あ、リムストーン、あれ、リムストーンどこにある？え、そちらに進むんですか？これリムストーンじゃない？案内を中断いたしますね。また案内を再開してもらうとして、今は各社様の自由意志を大切にしましょうか。このマークはリムストーンじゃないんだ。リムストーンは上？これ？あ、これ
だ。こんなことになってるんだって。ちょっとさ、レベル上がったからさ、調べる。あれ、これ呼べるの？これで呼べるの？ここでは呼べないの？ここでは呼べないのか。ん？呼べる？あ、君、お金かかる？あれおかしいな。17か。君は12で31か。タイプ別で、メンバー変更です。この人、これの魔法の人、レベル10の人にしたいんだよね。いないな。ここにいる人たち、しかいないのかな、ここは。あの、さ、あ、なんかね、ひろきさん、今回もそうみたいだよ。今回もそうみたい。なんだっけ、何ちゃんだっけ、名前忘れちゃった今、連れている子。こっちの方ちょっと見てないな。ちょっとお金かかっ、だから、なんだろう、あの時間内に、やらないとめんどくさくなるみたいな。助けに行かなきゃいけないからめんどくさいみたいな。弓にする？弓の人にする？ごめんごめん。これじゃないもんな。あ、ショコラちゃん、ショコラちゃんを入れ替えたいの。ショコラちゃんレベルがね、低いんだよ。ショコラちゃんの、このマークの人、このマークの人、メイジの銃がいったら、ちょっと、いいなと思ったんだけど、ちょっと君にしてみる？弓にしてみよっか。うん。出会えて嬉しく思います。あ、君じゃない。君じゃ。なんかさ、このメイジ空中で行けてたけど、レベルが弱くて、こうした。私は支援行動を重視し、常に各社様に寄り添います。戦いにおいては各社様の行動に準じます。ただだから、この人にしてみようか。雇うってやればいいのかな？入れ替えるのを。ショコラちゃんお別れしようか。回復できるのはこの左の子だもんね。あれ？ちょっと待って。ごめんね。優先クエストの案内が、でもショコラちゃんできるんだよ。この人もできないんだよ。ここが困るな。どうしようね。
ちょっとクエストの案内してもらいたいからやめとこう。私は迷子になっちゃうから。今ふと思い出した話があるんですが、我々が異界に渡るとき、ある病に感染することがあるようです。それは周囲の人々をも巻き込む災いになると聞きました。私は特にね。かかった本人に自覚はなく、ただ妙な高揚感があるらしいですね。そうなってしまうと、各社様のことさえ無視し始めると。恐ろしい話です。もし仲間や自分に病の兆候があれば気をつけないと。またあそこに立像が見えますね。あれに登れば周囲がよく見えそうです。すぐ疲れちゃう。でもだいぶレベルがちょっとずつ上がってくる、いって嬉しい。スキルも覚えたい。日が暮れてきましたね。視界が悪くなります。スキルポイントって全部共通なのかな、それともそのスキルごとのポイントなのかな。素敵です。今は逆転済みに効果的な手段がありません。やりますね。油断大敵。まだ敵は残っていますよ。やった、よくやったぞ。なんかさ、シーフは私が今やってるジョブはさ、攻撃力が全体的に弱いって言うけどさ、いっぱい攻撃できるからさ、なんか弱い感じしないね。あ、危ないでしょ。押してください。よし、お願いします。あんなお願いします。ちょっと寝た方がいいかな。ここで誰かが野営をしていたようです。まだ休息を取るほどではないとは思いますが。ピアコーゼ、あ、鎖掛けのやつが一番でかいって言ってたよね。最大、あ、でも屋上でもいい、ん、同じ、あ、鎖掛けを焼きましょう。皆さん見ててくださいね。あ、同じなんだけど、同じお肉なんだね。ねえ、美味しそう。うまい食事も済みましたし、もう横になりますか。ねえ、ラム肉食べたいよ。良い冒険は良い眠りあってこそですよ。塩コショウですよ、もちろん。朝まで。じゃあショコラちゃんお願いします。残りも頑張りましょう。次の目的地は一番近いところにしましょう。もう最後でしょ。行方不明の輸送部隊はベルムントの東端にいるようです。ここからは近いようです。これまた物が出てきそうです。弓とかあればさ、バーンってやれるんだけど、あ、ここさっき来たとこか。
立つ素材を得られる場所ですね。せっかくですから軽く。ここもないですね。宝箱ですね。どこですか？どうにか近づけないでしょうか。どこですか？あ、最新の動きだ。まだ敵は残ってる。時間は気持ちですよ。いいですね。セーブしよう。どこ行く？どこ行く？あ、危ない危ない。しちゃう、しちゃう。ちょっと待って、ついてっちゃうの。危ないな。思ったんですか？カモン。あ、この虫だね。有料の。あれどれだ？これ。これは相当価値ある品ですよ。あ、探索の鍵がありますね。この上？上かな？下？下か。危ない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 。一旦そのままで。助けて。もうびっくりした。ってことすんのさ。これでさ、宝箱どこにあるの？宝箱。我々はすっかり強くなりましたね。このぐらいの敵だと全く緊張しません。必然的にそうでしょう。怖いね。怖いよね。私も今びっくりしちゃった。宝箱は上かな。強いられましたね。気を緩めればああなる。各社様の力を信じていました。ハイタッチ。敵ですね。今なら体力も十分です。とはいえ油断は禁物。警戒を。やめちゃった。敵がいるから。やる？これなんか大丈夫かな。面白いものを見せましょう。今の効果的だったようです。こちらへどうぞ。案内してください。この上かな。あれを手に入れたいですが、すぐには届きませんね。なんとかできないですかね。見えてないもの言ってくんのやめてほしいな。いや、そんなことない。それで教えてくれてるってことだもんね。ありがたく思わなきゃ。これは安全な壊せないやつ。え、これってカーソル出てるかな。まさかこんな倒し方があるとは驚きですね。敵が来ちゃうと予想外でしたよ。みんなほら追撃はさせません。
いいからいいから戦わなくていいから行きましょう。ダメか。みんなこっちへおいで。いいからこっちへおいで。私が先に。当然行きます。ここだけじゃないですよね。じゃあ次へ。最も近い目的地を優先します。行方不明の輸送部隊はベルムントの東端にいるようです。ここからは近いようです。なかなかやりますね。お前たち活躍も見たいです。いいと思いますよ。え、なんで？マジでや。私が拾います。意味どう？意味じゃん。私は採取より攻撃行動を優先し、強敵に率先して向かいます。己を信じ、時には独自の判断で動きます。おじいちゃんの焼き肉、焼き鳥乗って。弟お風呂入れてた。あれ、弟っていくつなんだっけ？急にダメか。たまには。分かっていますよ。私が必要なんでしょ？なんで？断ったはず。私の後ろを追ってください。あ、3歳そっか。だからじいちゃんたちはイチャイチャしちゃうんだね。可愛くてしょうがないね。回復した。私がお手伝いいたします。先に治療なら私に任せてください。少しお待ちを。一番が一持ってる。さあ、同じ魔法を重ねますよ。これぞ連携、我らの力です。なんか永遠にやっちゃうな。休息しておいて助かりました。余計な傷を受けないように決まりましょう。弱点命中してやったりです。尻尾切れました。よく見えるね。こっちに来てくださいね。本当終われない。全然たどり着かないしさ。なんか戦い方が戦ってる感あって好き。やめなさい、やめなさい。こういう時なんか攻撃できんのかな。もう一度掴んでしまえばガードされようが関係ありません。掴んでしまえば。レベル上がってくよ。まだ今んとこ。
きますよ。もちろん。取りづらい場所に宝箱が。どうやってあそこに行けばいいのか。いや、いつも子供できても大丈夫だね。もう子育てできちゃうね。ってまだそんな年じゃない。ちょっと待って、時間見ようか。あ、もうすぐで終わらせないと。今私食べた？石が重いんだな。石じゃない。すごい楽しいぞー。落ちなくなったしね。画質さ、このままでいいなら、バグなくなっても変える必要なさそうだな。これは持っといてもらおう。あ、ヘビーって書いてあるじゃん。もう持てないじゃん。うんうん。バグがね、なければいいね。そろそろ重量肩ですので、腐ったものを捨ててしまいます。うんうん。軽くできるなら、これでもいいかも。この画質でも、いけるなら。どこ行く？仲間が水に濡れてしまいました。誰が水に濡れちゃったんだって。なんかさ、全然さ、一番のこと見てあげれてない。自分のことで精一杯で。素材採取できる場所がありますよ。得て損にはならないでしょう。あと、これでキャラメイク？あれ、これ敵じゃないの？倒した後？倒した後かい。床屋でキャラメイクができるの？この人声かけられないんだ。一生懸命寄ってっちゃったよ。すごいすごいすごい。着地させてもらえない。
私も早くキャラメイクしたいわ。キャラメイクは裏でやるんだ私。1番をちょっと、あれいないの？圧倒と呼んで差し支えない勝利でした。これに慢心せず次に備えましょう。やれ敵ー。敵戦敵は勝ちません。あ、髪型か。床屋は髪型なのだけなの？顔は変えられないの？なんだよ、敵なのか？私の後ろを追ってください。ピッチャーみたいな感じなんだ。舐めるなよ。こういう人たちを倒しちゃってもいいの？こちらについてきてください。ただなぁ、飛んでるやつ。でも自分がアーチャーになるのはなぁ、あんまりアーチャー好きじゃないんだよなぁ。逃がすと思ったんですか？じゃあブランクがどんどん上がっていく。そりゃそうか。スキルポイントで、あ、スキルなんか取ってもいいかもしれないね。もう外に出ちゃったらさ、旅に一つのクエストやるだけでもさ、こっちですよ。全然街に戻れないね。こっちなんですか？街に戻らないとそういうのできないもんね。荷物もパンパンだし。めっちゃ旅って感じ。野営もするしね。私も話していいでしょうか？荷物重くないですか？いつもたくさん抱え込んでいるから心配で。え、各社様、ね、すぐに助けます。しっかりしてください。スタミナをどうやって助けてくれて、え、これ無理じゃない？無理な気がするけど。敵がふらついてます。踏みついて揺さぶりましょう。よし。何、戦闘中のつかみコードを大型敵への踏みつき地に足をつけた状態から RT で接触すると敵に踏みつきが行えます。踏みつきで組んだ敵の部位を押し引くことで敵の注意を、いや、大丈夫。あ、足を打つと転んだりする。一気に攻めましょう。転べ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 。いや、大変だ。すぐ痛い。痛い、お尻。助けて。怖い。出てください。ここダメです。脇腹あたりは大丈夫でしょ？これで経験値いっぱいもらえるのかな。気をつけてください。相当な強さです。安全を期して挑まない。承知の上です。さすがに怒ってます。動きを減らして攻めましょう。この状況でなんか話してるよ。チョコラちゃん、私から離れて。
兄ちゃん。少しお待ちを。相手の嫌がることが先方の基本。私もできる。痛い痛い痛い。あ、死んだ。ちょっと待って、セーブ。セーブ！いつから？あ、でも、どうなの？死んじゃった。結構簡単に死んじゃうんだ。あ、もうそろそろ終わりにしないと。スルーしようか。ちょっと一回街かなんかに行きたいな。残りも頑張りましょう。あ、こっからね。次の目的地は一番近いところにしましょう。行方不明の輸送部隊はベルムントの東端にいるようです。ここからは近いようです。ゴブリンが出ましたよ。今は逆転攻めに到達的な手段がありません。ゴブリンちゃんがお姉ちゃん、私のままゴリア。まだまだやれます。次こそは。うち近づくならセーブ。よし、さっきのはいなくなったのかな。体力やばくなってきたな。やえち、変わったものが採取できそうですね。確かにこれは珍しいですね。私は荷物整理が得意ですよ。私の裁量で余剰荷物を他のポーンに渡して差し上げます。ガリガリなんだけど。あ、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。なんか面白いポーンだね。私の後ろを追ってください。虫がいたような。どこ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 、虫どこにいた。いた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 。ありがとうありがとう。重ねますよ。これぞ連携、我らの力です。みんなさん、もうやめようぜ。町村へ行こうぜ。やっぱり各社様、見事な腕です。何？海や川、湖の魔物。ヒュージブルって言うんだ。作者ならば、これ水に、水が危ないよって言ってるんだよね。あ、何？メインポーンのロスト？ロストしてしまったメインポーン。え、誰かロストしちゃいましたか？一番は？そこ、何かあるのでは？とにかく調べてみなければ。私、見逃した？なんかこっちにさ、あ、一番が水の中落ちちゃったのかな？だから今の水のなんか出てきたんだ。そういうことか。一番、ちょっと勘弁してください。一番が落っこちちゃったみたいです。行きますよ。もちろん。え、じゃあどこにも頑張りましょう。まず最短の場所を目指します。行方不明の輸送部隊はベルムントの東端にいるようです。ここからは近いようです。簡単ですね。リムストーンに行けばいいんですか。そういう敵じゃない。強っ。ちょっと待って、ちょっと待って、ショコラちゃんが。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、死ぬ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 
死ぬ死ぬ死ぬ。こっちの方に逃げてください。ロフトゲージ、各社がダメージを受けると体力とともに回復できる上限値が減少します。これさっきから減ってるやつだよね。今更言われるのね。分かった分かった。ここでまた敵と。我々の消耗が激しい今は非常に不利です。入りたいんだけどさ。うん、なんとか乗り切りましたよ。ここから帰るときってどうするの？あ、あのストーン使うの？一枚のストーン？そういうことになるのかな？ちょっとさ、一番も連れて帰りたいしね。まあ、いる場所。あ、ここ戻ればいいか。え、じゃあちょっと一回帰るわ。もう体力が限界に近いです。自利品状態を続けるのもあまり得策とは。敵がいますね。ん？どこへ行こうとしてるんだ、私。ここはどこ？バルーンバースってどこ、ああ、なんか、あれかな？あれできるところかな？今ここでしょ？うん、楽しい。ちゃんと楽しい。ギリギリ勝てちゃうところとかも楽しい。バルマスってさっきのとこ？めっちゃ疲れちゃう。結構遠いぞ。あ、乗せてくれないかい？緊張感が切れそうになる。マジョコラちゃん、なんか。ボロボロじゃん。ハラちゃんボロボロじゃん。交換してあげようね、ショコラちゃんのこと。この牛車はメルベ行きだよ。あ、メルベ行き、メルベ行きましょう。すまないが前払いで頼むよ。いくら？100、行きます。あー、みんなお疲れだね。ねえ、ちょうどいい時に聞いてたのかもしれない。戦闘、いえ、ここは避けて進みたいですよ。え、戦闘？到着したんでしょ？
え、待って、ここって何？ビムストーンあるところ？え、これいつの間に。よくやった。よくやったぞ。さっきさ、後で来てみるといいよって言ってた場所。ここアプリで。あ、これこれこれ。これでいける？本の回収。あ、できた。ようやくの復帰です。お待たせしました。どこ行ってたんだよ、一番。はしごが使えそうです。うまく利用しましょう。ちょっとさ、ここってさ、なんかないの？何チュートリアルロック。あ、これ何なの？各社だけが使える特別な蘇生アイテム。自身のみならず死亡した各社にも行使できます。あ、リムストーンで何か変えられるんだっけ？ちょっともう一回。ふと思ったんですか？ちょっとボロボロになっちゃってるけど。各社様を置いて力尽きたこと、まだ覚えています。あ、力尽き。あまり気にせずに、過去より今すべきことをやりましょう。水菜が落ちたんじゃん。なんか敵とかそういうんじゃないじゃん。あ、セーブする？ちょっと待って。剥がせる。あ、嘘。どこ？値段。あ、ここか。ここまで。あ、違うな、ショコラちゃん。ショコラちゃんが一番あれなんだ。じゃあ、普通に、本を探すで、条件。これで、ジョブを、あ、アーチャーにしようか。アーチャーで、あ、クエスト知識あり。いますか？この人？あ、この人か、この人か。体の大きな人がいいですね。あ、この人いいじゃん。大きいの。あ、これさっきやろうとした人じゃない？私の得意なのは、所持品による回復支援です。手持ちの支援品を使って、各社様の危機を救えます。なるほど。案内してくれるから、じゃあこの人にするね。ゼロだよね。これやったらセーブするね。ちょっとアーチャーにしてみる。仲間治癒。はい。で、別れだね。さくらちゃんありがとうね。あ、お礼として所持品を渡せる？じゃあ、これ腐っちゃうかな？たくさん頑張ってくれたから。アジャイルといいね。やっぱ欲しいものってなんだろう？腐っちゃうかな？
これ3つあるからスタミナ回復。スタミナが大きく。何が欲しい？何欲しい？お肉あげよっか。これ腐っちゃったけど。じゃあお肉持たせて。お魚持たせて。いらねえよってなるかもしれない。あ、評価？評価は、どっちの方がいいの？ハートの方がいいのかな？ちょっと評価のあれがわかんないけど、13日間もだもんね。ウッドでいっか。よかったよ。こんなに長く各社様と過ごせてよかった。うんうん。この思い出は私の宝です。体調は万全ですか？では行きましょう。ちょっと待って、ちょっとごめんなさい。行きましょう。仲間になりました。そしたら、明治も交換しよう。言わせなかった。間違えちゃった。すごいびっくりした、今私。自分でもびっくりした。あ、これもありにしとこうか。あ、ありで。うん。女の子。君ともお別れだよ。君ともお別れだよ。女の子、あれ？お種類。これじゃない。荷物を持ってくれそう。あ、この子いいんじゃない？この人綺麗じゃん。エルフ？ある程度綺麗な人がいいよね、やっぱ。どうせなら。じゃあ、あなたにします。私は支援行動を重視し、常に各社様に寄り添います。戦いにおいては各社様の行動に準じます。声も一緒だしね。うん、無料です。案内もできるし、あ、オーガを言った、何？ポーンクエストって何だろう？報酬お金もらえるんだ。おっさんばかりでもいい。よし。今度はちゃんと何か。できることはやりました。悔いはありません。ちょっと隣の子が。これからよろしくお願いします。はい。ポーンクエスト。ポーンクエストとは、メインポーンに与える異界でのクエスト課題と称するもの、と称すべきものです。課題内容と雇用先の各社に渡す達成報酬を設定することで特定アイテム入手やポーンバッジの獲得が狙えます。うまく活用してメインポーンの積極雇用を探しましょう。雇用先の主に渡す報酬には特定アイテムやゴールドを設定できます。設定時に所持品は一旦されます。あ、お金でもいいんだ。課題として欲しいアイテム入手を設定することで、異界の別の各社とのアイテム交換も楽しめるでしょ。ちょっとごめん。理解できませんでした。ちゃんと読まないといけないんだろうか。文字がありますね。確認してみましょう。読んでみましょう。文字があります。確認してみましょう。読んでみましょう。確認してみましょう。何を言っているんだい。いらっしゃい。模様は。来られちゃうやつ？あ、荷物さ、荷物持たせたまま返しちゃった。どっかに野営地って出てないのかな？野営地って出ないのかな？野営地って、地図に出ないのかな？マーカーで残しておいた方がいいのかな？野営地。そう。ね、野営
聖地行きたい。壁に貼ってあるメモとか近くにあると読んでみたら、読んでみたらって言ってくれる？何の話？何の話？あったあったあった、キャンプ。貼ってあったらメモ近くにあると読んでみたらって言ってくれて、そこに八重地があるってこと。あ？あった。どうすればいいんだ。では引き続き次に向かいましょうか。あ、違う。間違えた、間違えた。一番の近場に行きます。行方不明の輸送部隊はベルモントの東端にいるようです。これ向かってるうちに八重地が出てきそうだね。あ、これ八重地じゃない？長旅になりそうですね。違いますね。体力温存も兼ねて牛車を使うのもありかと。え、文字を読んでみましょうってさっき言ったでしょ。でも判断は各社様に委ねましょう。あ、誰かが？ポンが？ポンが？ん？ポンが言ってたってこと？文字を読んでみましょうって？何もないのが結局一番じゃ。どういうこと？こちらですね。その文字が、文字を読んでみましょうって言ってたのは、壁に貼ってあるメモとか近くにあると読んでみたらって言ってくれてたんだよっていうことです。合ってる？なるほど。理解しました。私の力がお役に立てるでしょうか。だね。遠いんかな。結構あと半分か。リザードマンです。いい攻撃ですね。まったく無理です。このような私の経験にはありません。大丈夫、大丈夫、私が助けますよ。頼みますね。お任せを。仲間が水に濡れてしまいました。あ、そう、はしごのやつもさ、なんか言ってるなとは思ってたんだけど、はしご持ってないしなって思って、ちょっと理解して。敵が逃げ出しました。何のことを言ってるのかが分かってない。だから気にしてなかった。わかりました。すぐにお助けします。え、なに？誰か水落ちた？大丈夫そう。まさかあそこまで手こずるとは。気を緩めればああなる。いい教訓です。またあの像が。行けば何か見つかるでしょうか。あそこに行く方法を探してみましょうか。
順当すぎてややつまらない品でしょうか。そうそういつも価値の高いものばかりじゃないので。野営したら終わりにしようと思うので、一旦。あ、ちょっと走ろう。一旦野営地に向かいます。はしごがどこも近くにはしごがあって登ったらアイテムあったりするから教えてくれる。それは全体のびっくりマークで表されているところがはしごがあるところっていうことね。ありがとうございます。一番に取られたぜ。ここは野営地にならないのかい？うんうん、落ちなくなったね、急に。やっぱさ、あの時間が一番さ、混雑してた可能性あるよね。みんなやってたっぽくない？それ関係ありそうな気がする。一斉にさ、みんな静かに一斉にやってたかもしれないね。そういう可能性もあるね。と、二人掛けがいいか。みんな最後にじゃあ見納めね。今日のお肉ね、いつか絶対これ買いたいね買って食べたくなっちゃうね。やばいよー。食事の後はすぐ眠くなりますね。寝ようか。じゃあ良い眠りあってこそですよ。実写やばいよねじゃあ朝まで休んで、これでセーブして終わりにしようかな。ね、そうだね。みんなもう夕飯ご飯食べてください。もし見ててご飯食べてなかった人は長くなっちゃったんで終わりにするので、ご飯食べてください。うんうん。これってさ、はい、ごめんみんな待ってて、みんな待ってて。近場を優先して目指します行方不明の輸送部隊はベルモントの東端にいるようです。ラム肉買いたいな、今のランプ肉。よし、じゃあこれ食べた？うん、ほんと時間溶けた。今日も夢中になってちょっと途中喋るの忘れちゃったりしちゃうぐらい楽しかったです。また来週もいっぱいやろうと思うので。で、こうしてみると来週の予定は異なっていますね。互いに得意とする能力は違いますか？強化したにそれぞれの持ち味を生かしていきましょう。コミュニティにアップするので、よかったら皆さん確認してみてください。うん、また次回ずっとできるようにま、毎日やりたいぐらいです。で、龍が如くと両方やっていこうと思うから、12時からになったり、17時からになったり、ちょっといろいろになると思うけど、時間合うときはぜひぜひ見に来てください。ではまた次のライブでお会いしましょう。皆さん良い週末を。ちょっと出た、おい、無駄は禁止、警戒を。私のいつも私のまま決めなんで魔法の力で属性効果を付与します終われないやつ終われないやつ、いつものみんな大丈夫うん、じゃあみんなさ
思いっきり飛んできたよね、今。上から振りかぶってきたよね。では、では、あ、セーブね。セーブ、セーブ、待って、セーブして。うん、楽しかったです。ありがとうございます。では、次のライブでお会いしましょう。おつぐまでした。バイバイ。